0601浴衣の、ポケモン対戦。本当は、カロスダブルの、ファミ通チャレンジを、やるつもりだったけど、大会の締め切りに、間に合わなかったんだ。なので、いつも通り、シングルフリーで行くよ。今回の主役は、色違いの、ニンフィアだ。と言っても、いきなり、苦手な毒タイプと、対面してしまった。毒が向こうの、ギルガルドに、交代するよ。このギルガルドは、冷静 HC252 の、特殊重視だから、シャドーボールの威力が、勇敢よりも、高いんだ。え、後悔魔一つ？ということは、毒と、悪タイプなのか？それなら、グライオンに交代するぞ。これも、初めて動画で使うポケモンかな。毒菱で困るのは、ニンフィアだけだね。グライオンは、俺と同じポイズンヒールで、自分から毒になるんだ。マニューラか。いくら物理受けと言っても、4倍弱点は、受けることができない。なので、またギルガルドで、受けるぞ。もし、読まれて悪技を打たれたら負けだね。無事に半減出しに成功だ。でも、どっちみち、悪技を一発受けないといけないね。なんとか耐えて、弱点保険発動の、聖なる剣が、炸裂だ。確か、氷と悪タイプだから、4倍だね。最後の一体は、ガブリアスか。ギルガルドは、シールドフォルムでも、地震を耐えることはできない。ニンフィアも、地震に後出しはできないんだ。だから、グライオンに交代だね。って、まさかのメガガブリアスだー。そして、まさかの炎の牙だ。不一致で威力は低いが、確かに一貫はしてるね。ここで、様子見の、身代わりだ。ドラゴンダイブか。通常の命中率は低いけど、小さくなるを使った相手には、必ず当たるらしいね。素早さは、こちらの方が、早いので、身代わり連打で、ドラゴンダイブが外れるのを待つのもいいけど、まずは、毒々を打とう。本体が攻撃を食らうけど、ポイズンヒール込みで、身代わりが、また晴れるはずだからね。さらに、守るを挟むことで、相手は毒のダメージを受け、こっちは回復できるんだ。このように、守ると身代わりを、繰り返して、相手は何もできずに、毒で落ちるんだ。それにしても、ドラゴンダイブが、よく当たるなぁ。強い必然力の、使い手だね。ここで、相手はドラゴンダイブ、こっちはマモミガのターンが続くので、少しカットするよ。次で、毒のダメージで落ちるタイミングで、ガブを引っ込めてきたよ。守るが無意味だ。でも、毒タイプには、自信が抜群で、こっちの有利は、変わらないね。ついに、この、毒、悪タイプのポケモンを突破だ。
こいつの名前なんだっけ？って、ローマ字読みそのまんまで、ドラピオンでいいのか。さて、そのまま最後のガブを撃破して、勝利だ。ところで、新コーナーとして、ボックスのポケモンを、紹介するよ。今回活躍した、グライオンだ。ワンパク HB ベースだよ。海外負荷により、ニックネームを、長くしているんだ。ボール遺伝もしているよ。次にギルガルドだ。こちらも、ボール遺伝と、長いニックネームだよ。5V で、素早さが0だと、メザパは氷になる。鹿の実か風船で、ガブを倒せるね。じゃ、次回もよろしくな。